油もあるかな。はい、4にし飛んでかないでね。本当に飛んでっちゃうから、よいしょ。でちょっとだけ上げてください。うわ、21だ。ダメじゃん、朝一で減っとったらダメじゃん。そのチェックしようか、先に。あー、餌入ってない。あ、入ってる。液体が入ってるね、ちょっとだけ。液体が 20% ぐらい。でも体重は20。はい、点眼。はい、点尾。ではこの持ち方をマスターしておいてくださいね、鳥の持ち方。はい、今ちょっと良くないけど、親指と中指で持ってな、人差し指で頭持って、あと体軽く添える。はい、無理なほどやはしない。館内服は口開けてなくてもここに一滴垂らす。はい、あとさ、見えるかな？みんなに見えるように。はい、上手に飲みました。で、飲んだらしばらく持ってる。で、飲み終わったら目の周りと口の周りを必ず拭く。あの子もだよ。で、レオちゃんもね、必ず拭いてくださいね。はい、そして抗戦症状当てて。ああ、ちょっとしんどいかな、出ると。まあ、一応準備しててください。はい、ちょっと爪が長いので、ごめんなさい、押してた。爪が長いんで爪切りますね。前から切りたかったんだ。それと、抗寄生虫薬、モキゼクチンをつけます。一滴ね、頭の後ろに。で、これを一滴つけることによって、体の表面の寄生虫、まあ、ハムシ、それから海鮮、それから消化管内の寄生虫、線虫、海虫、海虫、甲虫、便虫、線虫、微小線虫、あと血管の中にすぐ寄生虫が予防できます。とても副作用がなくいい薬ですね。で、あ、ビルバークだったら俺喋るよ。大森さん。あ、大森さんか。うん、言っといて。でまあ、切ってる場所は血管のある道と先端の真ん中ぐらい、やや血管より切ってます。だから、まあ、なるべく出血させたくなければ、血管の先端と爪の先端の真ん中、それでもまだ長かったら先端と爪の血管のあるところの真ん中で切ればいいかなと思いますね。ただもうこっちの今度の持ち方はこうだからね。さっきは3本使ったけど、今度は人差し指と中指で顎を押さえる。はい、はい、わかりました。そうだから、でこれで例えばここなんか長いじゃん、まだ長いなと思ったら先端と血管の真ん中辺を狙ってくる。難しいんだよね、指ちっちゃいから持つの痛いね。で必ず最後ね、出血してないことを確認しましたね。お腹もう一回触らせて。お腹何も硬いもないよね。はい、頑張りました。爪切りました。だいぶ爪短くなりましたね。だいぶ長かったんだよね、この子ね。この子本当はハニカットしたいんだけどね、飼い主さんにまだ了解取ってないから、羽はカットできないけど、この子で羽が薄い子だよね、このとこね。薄いよね、この内側のところはね。はい、じゃあ抗戦症状を当ててください。はい、じゃあお願いします。で、抗戦症状当て終わったところで吸入ね。吸入は1分でお願いします。さあ、で片付けれるものはどんどん片付けてください。場所がわからんかったら、よいしょっと、これ首の手術の説をこの中に入れる。で、液体もしなくなっちゃったら、院長に、液体ないですよっていう話をしたら貸してくれると思うので、うん、それをここ、いっぱい入れ替える。あった場所に戻してくれればいいんだけど、蓋とかわからないのか、場所を戻すかというか、違う。わからない時はそのまま置いといてください。聞いてからもう、じゃないとなくなるから、ね。
新しいの入ってた。はい、じゃあいいよ、止めて。はい、そのまま。